あの時と同じです。心が離れています。こたびはどこに行ってしまったのだ。誰の心とつながっている。神様ば連れて帰るって。そうか、なかなかお戻りにならんサクナ様たちを案じ、心だけで迎えに行ったか。ほんにこいつはふらふらとしょうがあんめえな。でも今は信じて待つしかねえ。あいつがああしてるように。ただ祈るしかないというのか。このいただきの世でオラたちは何に祈ればいいんすかよ。ほいなの決まってるっちゃ、サクナとカイマルだべ。あいつらだって神様なんだ。私の信じる神はやはり違います。見るて。でも二人の帰りを信じることはできます。私も私の神に祈りましょう。サクナとカイマルを私たちのもとに。やっぱりわしは消えてしまうんじゃが、悔いはないはずもないが。ご立派でしたぞおひいさま。わしらは一体どこに向かっているんじゃ。ふもとの世だとすると人にでも生まれ変わるのかな。願わくばまたおひいさまのもとに生まれ変わりとうございます。私もじゃ。せいぜい甘えさせてくれよ。どうした、何故に止まる。何か来る。光るものが。わかる、わかるぞ。これは。大きくなりましたね、サクナ。母上、母上なのですね。あなたが大水地を下したことで、その腹にあった私たちの魂が解き放たれたのです。私たち、もしや父上もご一緒か。おう、たきり火様。玉は父上。照れる気持ちは同じですが、こう他にもっと。本当ね、仕方のない人。羽衣よ、忘れましたか。お前の正当なる主は私です。力の代価を払う務めはこの私豊花が果たすべきもの。どうか我が子をサクナを連れて行かないで。感情が合わねってなら俺のもつけとくぜ。一騎当選の先人たけりび様の魂だ。光栄に思えよ。そんな、せっかくまたこうしてお会いできたというのに。私たちはとうの昔に死んだ身。もはやお前にしてやれることはこれ以外何もないのです。それならいっそ私もお連れください。ずっとこの日を夢見ておりました。幾夜も泣きながら床に着いたのです。寂しかったんだよ。お前はもうガキじゃねえ。力を尽くし誰も成し得なかったことを成したんだ。胸張って仲間のとこに帰れよ。こいつを連れてな。カイマル。あなたを求め心だけでさまよっていたところを、私たちと同じく大水地に捕らえられてしまったのです。サクナ、帰る。こいつ喋るあら、これはベソを書いてはいられませんね。そのようです。誰かが連れて帰らねば。こら、お主のせいで家族水入らずが台無しではないか。お別れが言えてよかった。名残は惜しいですが、たとえ世を隔てても
私たちはずっとお前を愛し見守っていますよ。はい。忘れるな、お前は俺たちの子だ。はい。タマよ、苦労かけちまったな。サクナをよくここまで育ててくれた。これからも頼むぜ。はっ、この命あるかにお仕えいたします。父上、母上、どうかご達者で。サクナは生きていきます。さようなら。日の絵に戻ってきたか。はて、カイマルの姿が見えませぬが。わしと一緒におるよ。うちに帰れば目を覚ますはずじゃ。あ、いい天気じゃの。はい、ということで天水のサクナ姫、これで一応ストーリーとしては、まあ、これで終了になると思います。もちろん実況の方はまだ続けていきます。やりたいこととかね、米もっと育てたいですし、100回ダンジョンとか探索度マックスとかも全然やってないので、もっともっと天水のサクナ姫自体の実況を進めていきたいんですけど、まあ一旦ね、これが一回の締めになると思います。マジでね、こんな、なんだろう、久しぶりにね、こんな感動するゲームやったわ。うん。なんかね、なんだろうね、こうさ、まあ、稲作とさ、アクション RPG っていう風なのだけ聞いて、まあお米かっていうか、お米作るのかとかさ、そういうの、まあ面白そうだなと思ってやったのは間違いないんですけど、こう、ストーリーでこんなに感動するのはなかなか、ねえ、ないわ、本当に。全然ないわ、そういうの。経験がないっていうのもあって。マジで良い、いいゲームだなって思いましたね。うん。なんかこう、実況して、良かったわ、本当に。で、何よりね、一個、このサクナ姫、悔いが残ることとして、もう取り返しつかないんですけど、一個悔いがあることとして、俺、なんで俺 BGM ついてるやつ買わなかったんだろうっていうところが本当に悔い残ってるわ。そ
こだけほんと悔い残ってるな。なんかね、どうにかして BGM 部分だけ変えないかな。その後、ミルテはふもとのように帰り、多くの書物を執筆出版。フォロモス教、なんていうか、読み切れなかった。赤い丸はふもとのようで心優しい農夫に育つ。他者の気持ちを深く共感できることから、村では相談役として耐えられるようだ。タイウェモンは変わらず日の絵で米作りに勤しむ。やや大柄も作法ができていることもあり、彼もまた報酬心として認められていく。ふもとのように帰った金太は伝説の鍛冶師として名を馳せる。聞くところによるとかなりの大酒飲みにもなったそうだ。金太と離れたユイは美しい羽織の女神として育つ。彼女の噂を聞きつけた神々が休校のため次々と日の絵を訪れるが、その都度サクナが追い返している。あ、そうなんだ。サクナが成長して気が抜けたのが最近ぼんやりしていることが多いたまじ。何はともあれ幸せそうに仕えているようだ。心輪は講師を超えてカムヒツキに重要され、忙しも充実した日々を送る。ある事件から都にいるもう一人の発明師と争うことになるが、それはまた別のお話。え、それはまた知りたいところではあるが。あ、カイマルとミルテとキンタは別のとこ行っちゃうんだ。名実ともにアナと最高の補助者になったサクナ、彼女の稲は数百年も長い髪で愛され、本当のように補助を与えたという。ちょっと読み切れなかった。天水のサクナ姫、アマホホのサクナ姫とも読めるかな。ちょっと最後読み切れなかったのがちょっと残念。いやでも本当に良かったわ。竜神の鱗を入手。クリア後の状況を引き継いでセーブできます。このデータをロードすると祭りを始める前から再開されます。あ、そういう感じなんだ。ちょっとここあれだね、モザイクかけとこう。あー、そういう感じなのか。あ、一気に13年目の冬、春まで来てるわ。あー、オッケーオッケー。ということで、一応、あ、この辺は解放された扱いになってるね。こっちはどうなってる？あ、祭りを始める前の状態なんだ。なるほどね。じゃあもうここからは本当にやり込みって感じか。もうあの探索度を 100% にするとか、仕事に関してはもう正直全部コンプリートしているので、探索目標とかも今はないしね。ということで、まぁ、ちょっと待って。春から始まってるんですが、まぁ、やることはまだまだたくさんあります。とりあえず装備全部作るっていうところもありますし、神様、何か作りすかよ。なんか全然違うのもあるじゃん、これ。ユイの資料着、竜の資料着とかある。すげえ、命、力、体力 6%。20% で敵の攻撃を自動に弾くんですよ。竜神の鱗。こういう装備ももちろんあるし、一応この武器に関しては最強武器になってるのかな、扱い的に。なんか作るかや。でも一応そうだね、武器的には最強武器になってるわ。ということで、もちろん、ここから先でまだまだ続くのですが、一旦はここで終わります。ね、まあ、この実況プレイは、今回のパートは一旦終わります。始めるぞ！で、まあちょっと、ここまでプレイしてみて、まあいろいろ感想さっき述べた通りなんですが、まあここから先に関しましては、がっつり、ちょっとね、いろいろと見て、あ、ちょっと待って。
恐れながら。どこへ、見分かりしているものが増えたようです。あ、どうやら製法の食材も、ミルテの国の料理も、ベンタニアの料理本当にとても美味しいですよ。とりあえず食材が手に入るようになったんだ。料理所ベンタニアだって。あ、ミルテは勉強か、ベンタニアの料理を食べるとか、いろいろありますね。次回に関しましてはかなり完成された状態まで持っていってからの更新になると思います。ちょっとね、どうだろう、今パート数的にはこの撮影してる時点でパートが今確か25か6パート目を上げてるんですよね。で、多分この動画がおそらく35とか34とかかな、そのぐらいになる可能性があるんですよ今んとこ。まあ、どういう感じになってるのかわかんないので、正直ね、もしかすると34とか35パート目くらいになってしまうと思います。で、そこから次のパートまでにかなり時間が空くんで、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあやってって更新を楽しみにしていただければと思います。途切れさせないようにはしたいと思いますので、もしかすると定期的に中間報告みたいなパートを作って、中継ぎにしてしまう可能性はありますが、ご了承ください。では、ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。